坂吹ぶきや神社は、兵庫県姫路市、阿保市区内193にある神社、津宮とも呼ばれている。神宮皇后の三冠聖伐の折、神託により創建されたと伝わる。縁起式神明朝の名神大社である、中富の院立神社の否定者の一つ、三宮うのすけが持ち上げたという力士が残っており、うのすけの像も混流されている。王神天皇、 神宮古豪、極意姫のちさかなきやわた神社の周期礼祭は、超鎮祭りと呼ばれている。野台18代、段尻4代、獅子段尻1代が参加し、晩州地区では、最大のう治個数を抱える。晩州の秋祭りの中でも、代表的なものの一つで、兵庫県の無形民族文化財に指定されている。祭りの由来は、三柱の祭神が乗り移った三季の、みこが、 おたび所に渡御する道中の御神道にと、おたび鎮を差し出したのが、始まりとされ、それが、戦後徐々に過激になり、見合い以前に激しい練りを見せるようになったと言われている。長さ約3メートルの青竹の先に下げた重鎮を、練り合って叩き潰す重鎮練りが有名。遊国以降に、浜手の七地区によって、神社楼門前、境内山道にて行われる。浜手以外の、 各地区も村練りを行い、各地で練り合わせを行う。22時頃より、本殿から3期の御腰及び金平が、神社西側のお旅所に向かい、ご旅所で神事が取り行われる。早朝より、各地区を出発した屋台等は、おおむね午前10から11時頃を目途に、お旅所に集結し、練り合わせを行う。午後より御腰及び金平が、神社に戻り、 屋台等もあらかじめ決められた見合い順に従って神社へ移動する。調査の掛け声で屋台を高く差し上げる屋台ねるや獅子、舞、段尻芸など多彩な奉納芸が見物。2019年の昼宮では官僚に先立って同日の即位礼正殿の儀にちなんだ天皇即位を祝うパレードを行った。以下の25が町張間国一宮である岩神社が屋台5台。 奈良の喧嘩祭りとして知られる、松原八幡神社でも屋台7台、その他の晩秋地区各社も、おおむね一桁の数であり、魚吹き八幡神社の屋台、だんじり、四子段り系23台という数は群を抜いている。提灯祭り吹き八幡神社姫路観光ナビ、姫の道、ありがとうございます。